ね。
主要産業の国でして、で、インフラ整備があるところにされたということで、まあ、銀行石が枯渇してきて、パッと気がついたでしょう。まあ、ナウルとは、こういう島、島、1万人が住んでて、それが、これをぐるっと回るところで行こうなんだけど、軌道超過で、オーストラリアの、あとはインドネシアの近くにある小さな小さな島で、で、まあ、だんだん、まあ、その、お金が余分な時は、好きに、食べられたし、好きなこと言ったんですが、だんだん、お金がなくなってくると、輸入もそんなにできなくなってきて、これも、肥満率が世界で最も高いという、しないです。国民の住民の人が今まであって生きたことが、まあ、どういうことかという形が世界一ということで、まあ、いつものベーシックインカムではありますが、もっとうまくやらなければ、お金を配るだけじゃダメかなというふうに